ニコライ・イルシェビチ・カプースチンは、ウクライナ出身のロシアの作曲家、ピアニスト、ミュージシャン、ホールリウカ出身。1937年11月22日生まれ。両親は、ベロルシア出身のグリゴリー・エフィーモビチ・カプースチンと、ロシア出身のクラブジア・ニコライブナ・カプースチナ。第二次世界大戦の初め、4歳の時ニコライは、母親、姉フィーラと、祖母と共に、 キルギスに疎開。1941年から1943年までの2年間、徳幕に住んだ。ニコライの父親は従軍していたが、第二次世界大戦が終わり、1945年の夏に帰国した。ニコライは7歳で、ピョートル・ビニチェンコのレッスンでピアノを始める。ビニチェンコは、バイオリニストでピアノも教えた。ビニチェンコから姉は、 バイオリンのレッスンを受け、ニコライは、ピアノのレッスンを受けた。1949年から、ルボーフィ・フランツ・ウゾバにピアノを指示する。14歳の時に、モスクワに移り住み、モスクワ音楽院付属の音楽学校で、アブレリアン・ルッパーフに、モスクワ音楽院で、アレクサンドル・ゴリデン・ベイゼルにピアノを指示する。在学中に、ラジオ放送ボイス・オブ・アメリカで聞いたジャズに興味を持ち始め、 独自のアイデアに基づいて作曲を試みるようになる。1961年にモスクワ音楽院を卒業した後、1972年まで11年間に渡ってソビエト連邦中をオレークルントストレムが率いる国立ジャズ音楽室内管弦楽団の一員として旅行する。1972年から1977年までバジームリュドビコフスキーのソビエト 連邦テレビラジオ系音楽還元楽団に、1977年から1984年まで、ロシア国立映画公共楽団に参加した。アンサンブルでは、サクソホーン奏者のゲオルギー・ガラニャンとアレクセイ・ズボフ、ギター奏者のアレクセイ・クズネッツ・オフラと共演した。1980年には、チャイコフスキー記念コンサートホールで、自作のピアノ競奏曲、第2番を演奏している。 1984年に映画公共楽団を退いてからは自作のレコーディングを除いて作曲活動に洗練し多数の作品を生み出し続けた。長期間の闘病の後に2020年7月2日にモスクワで亡くなり同年7月6日にモスクワ郊外で告別式が行われた。作品番号は161を数える。 作曲家としては長らく無名の時代が続いたが、ニコライ・ペトロフ、マルカンドレ・アムラン、スティーブン・ウォズボーンなどの巨匠ピアニストらがカプースチンの作品を取り上げるようになり、その名が次第に知られるようになった。日本国内で販売されている自作自演の CD も好評を得ており、特に8つの演奏会用練習曲の人気が高い、楽譜も多数出版されている。なお、 自作のレコーディング活動については2004年に一度引退を表明したが2008年に再び CD をリリースして復帰した。出版社はムジカ、プリズム、全音楽不出版社、ショットと複数を渡り歩いた。ジャズとクラシックを融合した独特の作風を持つのが彼の最大の特徴である。年代的には現代音楽に属する。 作曲家であるが、実験的なものではなく、あくまで聴き手を意識した曲を書いている。また、本人が優れたピアニストであることから、高度な演奏技巧が求められるピアノ曲を多数、作曲している。こういったことに由来し、彼の音楽は、非常に高い演奏効果を有し、演奏会向きと言える。競争曲に類似する作品も含む、 abcd グリガレーバ2001 abc ニコライカプースチン357の投稿をフェイスブック日本語ではカプスチンカプスティンとも表記される ab ニコライカプースチン三四曲ロシアの作曲家ピアニストジジドッ .com 2020年7月6日2020年7月7日閲覧ニコライカプースチン en.schott-music.com2018 年11月20日閲覧 d i v e r s h t t p w w w n i k o l a i k a p u s t i n i n f o b i o k r a p h y h t m l ゼロバーツ2013ピアニッシモ 1524ab 川上2007ありがとうございます